その外に行けるっていうのはやっぱいいですね。そうですね、外でね。で沖縄結構公園も多いので、多いですね、うん、あと歩道がめっちゃ広いじゃないですか、あの辺は特に、うん、はい、うちのね多分前に住んでたところの歩道の、うん、今は多分目の前が4倍ぐらいあるんじゃないかな。そうかも、こんなに歩道いらないんじゃないって何ですか自転車も通らないのに。そう、自転車も通らなくて歩いてる人もいないのに、うん、なんでこんな歩道あんだろう確かに確かに、そうですよね、あれはちょっとびっくり、もうどうなんですかねそうか、じゃあしっかり遊んで、お子さんとの、まあ、関係性っていうのは変わりました、うん、でも、まあ、関係性は、うん、別にもう、まあ、東京いる時からもう、まあ、遊ぶ時はもうずっと夜はもう寝るまで一緒だし、土日は基本的にもう仕事は当然しなくて日中遊びに行くので。そうなんですか、もうちゃんとオフって決めて。今日土日はオフです、もう今 もう完全にもう。え、一日の中でもう何時までとかって決めてるんですか、仕事は。仕事、うん、一応基本は4時まで。お、4時までか、うん、その後はお子さんとの時間。そう、だ遊び行って、まあ、食事して、風呂入って、絵本読んで、一緒に、まあ、寝ちゃうみたいな。早いと思う、9時台に寝ますからね。それは7時に、7時まで結構寝てますよ。そうですね。沖縄来てから僕夜遊び行ってないですからね、全く。沖縄でも夜の街ですよ。僕の住んでるところは夜の街じゃないんですあんまりないかな。そっか、なるほど。じゃあすごい密着度が高い感じがしますね。まあ高いかもしれないですね、普通よりはね。なんか今はまあね、まだ小さいけれども、うん、きっと大人になってからの、うん、こう関係が、うん、きっと違う感じになるんだろうなと想像します、勝手に。ね、でもどうなんですかね、うん、やっぱりは自分に置き換えると、うん、僕も当然反抗期あったし、うん、ね、クソババクソジジイって言った時期もあったので。あったんですか。ありますよ、それは。うるせえんだよってそう言われる時が来るのかな、楽しみだなって言ってたんですよ言いますよ。うん、まあ、すいませんね、それじゃ来るので、別に、うん、いいんですけど。そうか、うん、だから反対に、あの当然なんか、うん、なんか40って仕事バリバリでね、うん、もっともっと働けばね、まあ、僕も働くことまでできるんですけど、やっぱりその子供が小学生までの間はなんかそっちをちょっと今しかないじゃないですか、うんうんね、お子さんが小さい時の期間が今しかない、ね、期間もちょっと今しかないので、うんうん、そっちをメインってわけじゃないんですけど、はい、うん、やってますね、うん、なんかこう変化ですよね。例えば東京からこっちに引っ越してくるのもすごい変化だし、うんうんうん、またお子さんが大きくなって新しいスタイルになることもあるかもしれないですかね、うんうんうん、場所もどうかわからないですし、そうですね、うん、僕もね、あのこの先どうなるか全然わからないので。いやでもあの地震の後にはそれをすごく考えましたね、私も。そうですよね、なんかちゃんと考えとかないと、こうなんかいつ何が起こってもおかしくないんだなっていうのをすごく感じたので、うん、悔いのないように生きようとはすごく思いましたよね。まあ、なんくるないさ、うん、それで全てまとまる。なんくるないさですよ。そんな雰囲気が漂ってるから不思議ですよね、沖縄って。不思議ですよね、そんな感じですよね。本当そう、みんななんかそんな感じで、はいはい、うん、この感覚に溺れていいのかなそれは思いますみたいな時もありません、うんうん、ゆったりムードに浸ってて俺大丈夫かっていうのたまに思いながら、あ、その時はちょこちょこ東京に帰って刺激をもらって、刺激をもらって、私も昨日福岡に行ったらすごい刺激をもらいました。都会に見えますよね、向こうもね、ものすごい都会でみんながこんなピンヒール履いてるのを見て、ああ島通りじゃないのねっていう、そういう、そうですよね、このなんかこう違い、スタイルの違いもすごい感じたし、みんな歩くスピードがすっごく速くって、私こんなに遅かったかなっていうのを感じました。東京来月ちょっと行くんですけど、飲まれますよ、波に。人混みの中ね、歩けるかなっていうのがちょっとね、心配なんですよね、本当に。人いないですから今ね、僕。いやなんかこのね、ここは今中心部に近いですけど、うん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 、ここら辺もやっぱり私は今女村っていう海のところにいるので、はいはい、すごい都会っていう感じ。都会ですよ、そうですよね、あそこもね、何もないですもんね。ここら辺にも本屋があるのがすごい、すごいみたいな。うちはね、一応歩いてスタバありますよ。
あれですよ、5分以内にスタバがいけるんですよ。スタバがあるって街じゃないですか。街ですよね、僕もそう思うんですよ。あ、スタバあるんですね。なんかスタバが一つの指標になってます、はい、私の中で、うん、スタバがあるところはすごく人が増えるところみたいなイメージがあるので、うん、福岡はねとかコメント皆さんありがとうございます。すごい別府も素晴らしいところでした。別府もちょっと沖縄っぽい空気がして、こうずっと痛くなっちゃうっていう感覚がしましたね。また多分私行くんだろうなっていう感じがしました。そっか、じゃあまあイクメン実業家としてですね、今奥様とこういろいろビジネスをされていってると思うんですけども、うんうん、これからなんかこういうふうにやりたいなみたいなのとか、何か思いみたいな方向とか、うん、去年の、まあ、今今年2月に沖縄に引っ越してきたんですけど、移住してきたんですけど、はい、去年の、去年4月に沖縄旅行来たんですね、家族で。うん、でその沖縄旅行に来た時には、うん、沖縄に移住する確率は 0% だったんですよ。え ?1% もないです。ずっと考えてたとかじゃ、うん、全くないです。なくて、去年の夏に夏までは 0% で、うん、でその後に、うん、まあ引っ越しをちょっとし、まあ、家もねちょっと手狭になってきたので、うん、引っ越したいなと思った時に、まあなんかどこに引っ越そうかって考えた時に、まあ、いろいろ候補を挙げた中で、うん、まあ、一応沖縄もあってもポン出てきたんですね、二人で。まあ、沖縄も旅行行ってやっぱ良かったし、一度はちょっと住んでみたいじゃないですか。何気にアクセスがめちゃくちゃいいんですよね。そうそう、何気にあの飛行機もね、だってすごいいっぱい飛んでるし、だ2時間半、3時間で来れるじゃないですか。それこそ本当、あの私は実家が広島なんですけど、広島に戻るより早いですよね、東京から来ると思ったら。で、そういうのもあって、なんか沖縄も、まあ、ポンとこう一応候補として出たんですね、奥さんと。うん、他にもいくつかあって、まあ、いくつかあって、うん、ただその時の沖縄に行く確率は、うん、多分、うん、5% ぐらい、上がったのに、うん、まあなんか、うん、ノリで出してみたい。そう、ノリで沖縄の方さ、いいけどね、住んでみたらいいよねぐらいだったんですよ。うん、でもその後に何をやったかって言ったら、あれ沖縄に住めない理由とかダメな理由ってなんだっけってのを挙げてみたんですよ。そしたら別に仕事上、あれ東京にいる理由ってあるっけ、いや別に東京なくても仕事できるなとか、うん、上げていった時に沖縄ってあ住めるじゃんっていう可能性がどんどん上がっていって、うん、まあ、住むことが可能だし、うん、やっぱり住んでみたいし、あとは子供が、来年小学校に行くんですね、うん、で小学校に行っちゃうと、うん、はい、友達と離れるの嫌だとかってあるじゃないですか。そうでしょう、うん、でもちょうどその時3歳、まあ、3歳半だったので騙して連れてこれるなっていうまあ、ちょっとお前さん、沖縄旅行行って楽しかったろ、うん、住みたくない、うん、じゃあ住もうか、うん、早いみたいな感じで、今年だったら騙せるぞ、今なら何無条件で来るぞってなったので、うん、住んじゃえみたいな感じで来たんです、沖縄に。奥さんも大賛成大賛成、まあ、でもそうですね、うん、やっぱ住んでみたいし、あとはやっぱ住んでみることによってやっぱ経験というか、うん、住んでみないとわからないことも分かんないじゃないですか。本当いっぱいありますよね、うん、で東京離れてみて東京の良さもわかるかもしれないし、そういうのもあって、まあ、いいかなっていう。そっか、だいたいね、もう3ヶ月ぐらい経ったら、うん、このままどっぷり大好きになるか、うん、あ、ここダメって思って帰るかっていう、結構2つに分かれるって言われてるんですけど、はいはいはい、どっぷりな感じですか。どっぷりなんですよ、本当に。もういや、なんで沖縄まで住んだことなかったんだろうってぐらいもう大好きなんですけど、うん、ただ僕台風を一回も経験してないのであの沖縄の台風の怖さを全く知らないのに、あのどっぷりでいいのかっていう、ところが今悩みです。まだこれからこの夏どうなるか、今年住んでみて、うん、どうなるかですね。結構暑いところじゃないですか、南だから。だから暑い、うん、暑さとかも大丈夫かなって私はちょっと心配があったんですけど。でもそれすごい言われるんですけど、うん、東京って暑いじゃないですか。そうなんですよ東京より涼しい。涼しいですよね、全然涼しい。東京のあのこうコンクリートがうわーっていうので風がないよりもこっちは海風があってあるから、日陰に入ったらさーっていう風が来るっていう。だってうちもクーラーが全然つかないですもん。その差は大きいですよね。だからね、夏安いって言われるんだけどどうなんだろうなっていう。避暑地ですよね。と思うんですよね。雰囲気的には。だから沖縄もそんな感じで来たので、
じゃあ来年さ、まあ何年後、うん、どこにいるのかもよくわかんない結構これ海外も行けちゃうんじゃないかみたいな風になって、あの僕今ね、結局今周りが付き合ってる方って、うん、まあサリさんとかも起業家であったり、あの、まあ、いろんなこう事業やってる方多いんですけど、はい、結構みんなフットワーク軽いじゃないですか、ポンポンね、いろいろ行きますね、うん、で僕3年ぐらい前に、まあ、そのすごい尊敬する方と、うん、まあこうまあ、仲良くしてて、その方がある時、松原ちょっと今度さ打ち合わせさ沖縄集合ねみたいな軽く行った時に、当時ですよ、うん、何をしてバカなこと言ってたのうんうん、沖縄に集合ってさ、うん、沖縄ってどんだけ遠いと思ってんだよみたいな飛行機乗ってなんでわざわざ行かないのっていう感覚だったんですよ、うん、でもだんだんそういう人が周りにいっぱいいると、うん、今って沖縄って近いじゃないですか、めちゃくちゃ近いし、あの安いし、別に何かこう飛行機ポンって来れるじゃないですか、あのもう全然感覚変わったので、だいぶ海外とかもなんかだんだん変わってくれば、すごい近くなっていきますよね。サリちゃん近いでしょ、うん、今だいぶ近いですね。あの今回九州にあの、うん、ちょっとあの、はい、イベントで行ったんですけど、うんうん、台湾の方が近かったっていうお家があって台湾の方が近いんだ、台湾の方が早く着いたなみたいな。なるほどね、うん、こっち台湾まで1時間ちょっとだったけど、1時間半かかってるな福岡みたいな、うん、そんな感じで。だからですよね、思うのはそのやっぱり付き合う方が自分の中では今現在非常識みたいな方たちもやっぱ付き合っていくと、結構それが常識になってくる部分ってあるじゃないですか、普通よね、普通に、うん、でもそれからなんか結構大事だなと思ってて、やっぱ自分がサラリーマン時代ってやっぱり固定観念があって、もうこういう風に生きるみたいな、なんかそれが普通だと思ってたんですけど、はい、うん、今なんかもう180度全然違う考えというか付き合ってる方も違うし、そうですよね。それってこう、まあ、自然と変わってきたのかもしれないですけど、例えば今どっぷり固定観念の中で生きている人が新しい感覚を得たいと思ったらどうしたらいいと思います？でも僕さっきあの20代、まあ、30になる時に人生なんかこう変えたいなと思った時のすごく大きなきっかけは、やっぱサラリーマンの時って結構毎週こう飲み行くんですね、会社の中で、はいはい、でも飲み行った時に話す内容って愚痴と不平と不満しか言わないんですよ、上司の悪口と、まあ、それは楽しいんですけど、不満をバーって言うからでもそんなことを毎週毎週やっていることに何の意味があるんだろ う, っていう、しかもお金を払って、そうそうそうですね。でそれも嫌だな、この世界から抜けたいなっていうのがきっかけではあったので、それでどういう、まあ、具体的には行動に、あ、まあ、そっか、塾とかもあったんですよね。そうですね、うん、あとやっぱり僕何か、まあ、いろんな方、まあまあ、こういうことやってるといろんな方にアドバイスをさせてもらうときあるんですけど、すごく思うのは、うん、なんだろうな、何かこう簡単にできるというか、あの、なんだろうな、覚悟が甘い方って結構多いなっていうのは感じていて、何、うん、か例えばもし事業をやるって思ったときに、はい、結構あの成功する方、でも何か絶対やるぞって時に結構簡単に成功する方法ってあるんですよ。簡単には言えないんだけど、成功できる、成功できる方法としてよく言われてるのが、うん、借金を背負いましょうって。結局その借金をもう背負ってしまって、やるしかないって、そう、やるしかないって状況に追い込む。ああ、そっか、じゃあという、まあ、逆を思うと、借金がなかったら、うん、今のままでも、そうそう、今のままでもいいでしょ、生きていけるでしょっていう。借金になるか無収入になるか、そうそうそう、みたいな感じが僕がそのアートスクール立ち上げた時って、うん、あの実はもう本当にすっごい大変だったんですよね。でもうち収入なかったし、仕事もないし、子供も生まれてくるから、家族が死ななきゃいけないから、もうこれをやるっていうのはものすごい覚悟でした。すごい集中力と、すごいやりました。もう本当に何ヶ月か、1、2ヶ月間はもう睡眠時間をほぼ削って、家中すっごい汚かったですよね。それでも今だって感じなんですよね。今しか、これやるしかないっていう覚悟は持ってますよね。借金でもよく言いません？なんか借金した方がいいよって。私それ初めて聞きました。ですか、うん、でもなんか理にかなってると僕思うんですよ。まあ、あの お尻に火がつくってやつですよね。うん、そうなんだ、うん、じゃあそういう風に何か覚悟が決めれたら変われる、変われるというか変わるしかないですよね。変わるしかない、買わなくてもいいやって思う人は買わないでしょうから。まあそうですね、現状、そうですね、うん、僕は変わりたかったし、うん、変わらなければいけなかったし、そういう環境に追い込まれたので、うんうん、そういう時ってこう
いいタイミングでいろいろ現れるんですね。塾もその時会うし、それも奥さんもビジネスかっていうのがあって分かったし、タイミングは運ですよね。やっぱり運が良くないとね。そうですね。でも運が良くなるにはやっぱり不平不満の状況から抜けたいって思って辞めること、その言葉自体を辞めることっていう結構大きいのかなと自分は思ってるんですけどね、うん、あとよく言うですね、運がいい人と付き合うよっていう、やっぱりこう変わっていく、そうですね、のは大事なのかなと思いますけどね。こう運が良くない、まあ、不平不満言ってると自分は運が良くないと思ってる人が言うと思うんですけど、そうすると一人が変わろうとしたらこう足引っ張ったりします。そうですね、そうなんて生きるわけないじゃんとか、ね、夢泥棒とかね、夢泥棒言いますよね、うん、僕そういう人付き合わないですもん、うん、そうじゃない人の集まりってあるんですよね。ありますよ。いっぱいありますよね。いっぱいありますよ、本当に。確かにそうですね、付き合う人が変わると考え方も変わるし、それこそ運も変わるし、行動も変わるし、入ってくる情報もすごい変わるから、どんどん変わるっていうのがありますね、はいはい、なんか今のがすごくいいまとめなような感じ。そうですね、いい感じで感じなんですが、はい、まとめを書いてもらっていいですか。まとめっていうこの、何ですか、何ですか、あの今のメッセージとして皆さんに。ちょっといいですよ、なんか書いてください。あ、いよいよ。何ですか、僕に今のまとめ。今日のこう見ていらっしゃる方にですね、何かメッセージを、今の、今の内容でいいと思います。何ですか。私もまとめを書きます。え、何ですかね。今日怖い。まずは借金でびっくりしました、本当に。私聞いたことなかった。本当ですか。なんかよく成功法になってません、本当。あ、自分のパートナーが借金はするなっていうタイプだからかもしれないです。あ、僕もしないですよ。僕もしないんですけど、固く生きろみたいな。そうですね。じゃあ、分かった。今日のまとめ、今日のまとめ、どうしようかな。金を進めるのもな。ちょっとどうしようかな。今日のまとめ。いいな、このまとめな。気に入ったな。どうしようかな。なんかコンサルティングのお仕事もされてるんですか？あのアドバイスというか。前はなんかね、ずっとコンサルとかもやってたんですけど、全部やめちゃいました。今はもうやってない。断捨離。断捨離ですね。そうなんですね、やっぱりどうしてもね、あの、時間使うというか、まあ、あのコンサルの方 の、 そのどうしても時間の融通が難しい分があったので、それを全部やめちゃったんですよ、ね、なるほど。じゃあちょっと私をまとめを、私から、はい、今日のまとめ。沖縄に来ると人生変わるかも、はてな、ということで、旅行に来てたってね。本当ですよね。0% から 5% になったら 100% になっていたっていう、なんかそういう、来てみると変わる、人生観が変わる場所ではあるかなと。変わると思います。私の2冊目の本もですね、あの沖縄に来て書いた本なんですけど、沖縄にこう全部捨てて、あの人生探し、自分探しに来た女の子の話なんですが、その子も人生が、かおるちゃんも変わりましたので、ぜひ皆さん、ぜひ来てみてください。はい、じゃあ僕の、はい、はい、僕のまとめは、こっちか、ナンクルナイサー。おー、まあやっぱり人生なんとかなるさという感じで、まずやってみるっていう、行動してみるってやつですかね。うそうなると窮地に追い込まれたりして、そうするとお尻に火がついたりして、まあ、日本ってやっぱりその飢え死にすることって基本的にないじゃないですか。仕事がなくなったとしたってどんなバイトでもあるので、特に沖縄は外でも寝れるから。そうですよね。木の実だっていっぱいあるしね。なんかいっぱいあるし、魚は取れるし、取れるしね。本当ですよね。凍え死なないですよね。そうなんですよね、だから死ぬことはないからこそやってみようみたいな。僕そう思ってましたよ、前に。やっぱり、日本じゃね、飢え死にもないし、やっぱりもうだったらもう人生後悔しないようにやってみようっていうのはすごく思ってるんですよね。なんかちょっと自分の転機も思い出しましたけど、自分はあの広島から東京に出た時って、本当またゼロな感じだったんですけど、その時に路上に座ってタロット占いやったり、ちょっとその話はまた後ほど。また後ほど。なんかその時のことをふと思い出して、あ、北海道いっぱい張って夜な夜な行ったなみたいな。
死ななかったです死ななかったですでも行動したら何か得られるものが必ずありますよ ね、 ね、うん、出会う人もやっぱり変わるし、はい、そうです。はい、ということで今日は1時間ですね、はい、沖縄イクメン実業家の松原さんにお話を伺ってまいりました。あの沖縄にいらっしゃったら会えるかもしれないので皆さん沖縄に、はい、基本的にはいつでもいます家になので今から夏になりますしね、はい、うん、あの泳ぎに来たりとかお魚釣りに来たりとかぜひぜひ遊びに来てください、はい、あ、バッテリーをお願いします。はい、ということで、今日たくさんコメントいただきました。皆さんもありがとうございました。はい、したなんくるないさですね、はい、っていう神様いただいたりとか、はい、あのカイさんは覚悟を決めろっていうまとめをいただいたりとかしましてありがとうございました。まあ、ちょっと読めなかったところがあったかもしれませんがね、またぜひね、あの私後で読んでお返事したいと思います。はい、ということで今日はですね、テーマ自体はこれ。でも合ってましたよね。可能の成長を守る。いや全然全然合ってましたよ。完璧に。はい、はい、沖縄生活を手に入れる方法ということで松原さんにお話を伺ってまいりました。本当に1時間楽しいお話、はい、ありがとうございました。はい、またぜひ、はい、来てください。はい、それでは皆さん良い1週間を。さよなら。ビゴラーズ。ありがとうございました。唱えてよ会いたい人やした